血清を使った。あと一本しかない。残ったのは一つだけ。一人分しかないなんて。これからどうすればいいの？いいんだ、逃げるなんて考えがバカだった。でもゾイ、もういい。二人ともさっさと行って。一緒に行こう。誰か治療できる人がいるはず。ここが私の家。ここから離れられないんだよ。助けを送る。そんなのいらない。誰も助けになんか来ないくせに。イーサン、ありがとう。他に誰を選ぶって言うんだ。イーサン、ミア、辛いのは分かってる。でも話してくれ。君が関係してるんじゃないのか。なあ、本当のことを言ってくれ。イーサン、本当に何も覚えてないのよ。頼むよ。あれは船か。どうしてこんなところに。おい、大丈夫か。今のは何だ。ママ、こっちだよ。ここ、イーサン。今のは何なの？
武器がいる。この船に武器はあるか。俺も分からねえ。でもとにかく離れよう。ここから出るんだ。思い出してきた？何？あなたは誰？家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ。私もう待つのは嫌なの。これ見て。何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。あれ、どんどんひどくなってる。奴に攻撃された時感染したんだ。おそらくもう手遅れだな。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そう、あなたのミスだわ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか？そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。さあエブリン、どこにいるの？
過剰代謝してる。リセットしなきゃ。そっちはどうだ？吐射してる。体の質量以上に吐いてるわ。それはまずいな。このままじゃ奴の不細工な友達が増えちまう。いいか、取り返しがつかなくなる前に早くエブリンを見つけろ。分かってるわ。ねえ、怒ってる？ママ。違うの、エブリン。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。分かったわ、エブリン。あなたのママになるから、今は一緒に戻りましょう。エブリン、待って！見つけたか？ええ、でも逃げられた。あの子の友達が増えてる。そこら中にうようよいるの。大丈夫なの？今お前はエブリンに集中しろ。
艦内の緊急保安システムが作動しました。ここに来たの？エブリは？あの子暴走してる。今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道、俺はもうすぐ死ぬ。やめて、そんなこと言わないで。奴はお前を信用してる。あのクソガキ、俺のことは全然。待て、エブリン、違うんだ、エブリン。あら、聞いて。そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ。気をしっかり持って、あら。エブリン、やめて。今すぐやめるのよ。俺にされた。あなたに私嘘をついた、ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで、私のことすべて忘れて。じゃあ元気でね。これからはずっと一緒だよ。
これで思い出した？ええ、エブリン、思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでもこれからもあなたと家族になってならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。まだ使えそうね。イーサン、まだ間に合えばいいけど。わかった、一番下ね。嘘つき、やめなさい、エブリン。幻覚はたくさん。あの子はどこなの？
あいつが待ってるよ。イーサン、おい、心配しなくていい。傷つけはしない。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ。あんたたちに何をした。あの子は妙な力を使い、俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。それから全てが変わった。感染させて人を支配するのか。いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。エブリン、やめて、イーサンから離れて。なんで。こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようか。やめて、彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気。お前はママじゃない、そう言ったよね。ミア、どうした。時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して、これを持って行って。なんだ。待って、俺何してる。何のつもりだ。あなたを助けるの。早くここから出て。もうこれ以上耐えられそうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ、ダメだ。ミア、やめろー。